アーホー、へと骨お腹をへこませて、アーヘーアーホー、 OK です。アヘアホ体操の下野正弘です。今回はなぜこのアヘアホ体操が生まれたかというお話をしたいと思います。まずは、このアヘアホ体操の基本動作なんですけど、アヘアホと発声してヘとホでお腹をへこませるというとってもシンプルな運動で、お腹のインナーマッスル、お腹の奥の筋肉がしっかりと働いて、腰痛対策だったりとかウエスト引き締めとか、横隔膜もちゃんと使われるのでですね、呼吸の改善とかにもつながっていくんですけど、そもそもですね、なぜこのアヘアホという言葉を使ったのかっていうのもすごくですね、疑問を持つ方も多いと思うので、この、理由について今日はお話ししたいと思います。もともとは僕はドローイングといってですね、息を吐きながらお腹をぐーっとへこませるという運動を伝えていたんですけど、そのドローイング動作っていうのは腰痛対策としてリハビリ現場とかでも呼吸改善の肺気腫とかのリハビリとかでもですね、腹式呼吸で使われることもあるんですけど、この言葉を入れた理由としてはですね、まずは楽しいからということなんですね。そして言葉の中にユニークさとかインパクトを残すと忘れなくて、やりたいと思った時にやれたりとかですね、やること自体にすごく楽しみが生まれるということでですね、言葉をつけようというふうに思ったんですけど、そもそもこの言葉アヘアホの意味なんですけど、ポイントはハ行なんですね。ハ行の発声、例えばですね、口の前にですね手を当てていただいて、ハ行の前に、やってみてほしいんですけど、マミムメモって言ってみてください。マミムメモですね。次、ハヒフヘホ、ハヒフヘホ、何か差あるの分かりますか？もう一回いきますよ。マミムメモ、ハヒフヘホですね。風が当たるの分かりますか？実は日本語の中で一番空気を使う言葉というのはハ行だったんですね。武道とかでもハーとかフーとかカメハメハーとかですね、ハ行を使うんですね。このハ行の発声を使って、呼吸をすることによって、息をお腹の奥から吐き出すことができるってことに気づいたんですね。なのでその時にハ行を使おうと思ったんですね。で、このハ行の発声にドローイン動作を組み合わせたっていうトレーニングなんですね。で、このインパクトがあるとですね、脳にちゃんとフックがかかるんですね。で、やりたいと思った時にちゃんと脳とつながってですね、トレーニングをしようというふうなモチベーションが上がるんですね。で、やろうと思った時すぐできるような形っていうのはですね、ある程度のインパクトというのが必要で、このアヘアホ体操が出来上がりました。それではアヘアホ体操の基本動作もう一度やっていきます。アヘアホと発声しながらヘとホでお腹をへこませます。アはただアーというだけです。大切なのはヘとホでお腹をへこませることです。一緒にいきます。せーの、あーへーあーほー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 、 OK です。アヘアホ体操で元気になりましょう。